皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちら画面ドンズバーンズバーンズバーンとボスの RV500 というリバーブエフェクターを生徒さんからお借りすることができるので、動画の中で皆様にご紹介させていただこうかな、ふふって感じの動画でございます。 RV500 基本的にリバーブ専門のエフェクターでございます。で、結構ね、図体でかくて、お値段もなかなか可愛くない価格なんですけれども、なんか、ボスのホームページ見てみるとね、すごいみたいです。で、専門用語が多くて、僕ちょっとよくわかんなかったんだけども、まあ、つまり、リバーブの音がすごくいいと。もうリバーブの音がもう半端なくいいと。で、このマシンパワーもすごいこの優れているから、なんかもういろんな組み合わせとかいろんな音とか実現できちゃったりとかして、もうとりあえずこの1台あれば、もうボーイ、君は困ることないぜ、ボーイみたいな感じの、なんかそんな感じでこのリバーブに関してはこの1台に全部任せておけばいいんじゃないか、可能性、君に提供するぜ、ボーイみたいな、一緒に未来に行こうぜ、in the future みたいな感じの、みたいな感じのことがホームページに書いてあったような書いてなかったようなって感じなんですけど、まあそんな感じの動画でございます。よかったら楽しんでいただけたら幸いでございます。思想環境はこちらグヤトーンの SG12T から BB のケーブルで RV500 に行って、カナルのシールでオーディオインターフェースに行って、今日は珍しくですね、 LINE で音を聞いていただきながら楽しんでいただければなと思いますでございます。それでは早速音を鳴らしてみましょう。今01の A というバンク音色を選んでるんですけども、このまま A のボタンを押すと、これがオンになりました。これで音を鳴らせばリバーブがかかった状態で再生されます。どうぞ。わお。ヘッドホンとかで聞いた方がいいと思います。一応このステレオで振ってるんですけどもね、ステレオで聞いた方がなんか、ね、横の広がり感みたいなのが出てくると思うので、イヤホン、ヘッドホン推奨でございます。まあ、とりあえずこんな感じの、01A ホールリバーブという、エフェクターですね。01の B いってみましょう。スタジオリバーブ。ルームリバーブっていうのかな、まあ、部屋の鳴りを、想定してのやつでございます。で、今01なんですけども、これね99まであるんですよ。この2つをね、していくとずっとこう、ね、バンクというかたくさんありまして、それぞれ1の、AB 2の AB 3の AB みたいな感じで、もうめちゃめちゃたくさんの音色がもうですね、買った時点でもう電源を入れるだけで、ね、楽しむことができます。まあ、順番にいってみましょう。今1の AB が終わったので次2の A、これがラージプレートということで、まあ大きめのプレートリバーブでございます。ちょっと鳴らしてみると、これはまたプレートリバーブという別のプレート、リバーブの種類でございますね。リバーブって一言でもいろんな種類があるんだけども、ちょっと2の B ってみましょう。そうするとスプリング、これはちょっとビヨビヨしててちょっとわかりやすいです。なんか、わかるかと思います。これがね、スプリングリバーブって言うんだけど、
な感じの音なんですよ。ちょっと面白いですね。ピュア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 みたいな感じで。3番もいってみましょう。3番の A。これが確かに、ちょっと面白いやつ。シンフォニーっていう名前なんですけども、まあ最近流行りのその島ってやつでございます。ちょっと聞いてみるとね、おおってなりますよ。いきますよ。でございます。このままね、その3の B とか、その時4の A とか、4の B とか、まあそんな感じっていうとね、その何もいじらなくてもね、こんだけいろんな音色を楽しむことができるんですよ。で、これが99まであるので、まあ 99×2 ということで198個の音色を楽しむことができると、結構これだけでも半端ない感じですよね。で、当たり前のことながらもうね、すんごい作り込むことができるんです。すんごい作り込むことができるんです。今このね、A と B を押したけどもね、このスイッチなんやねんって話になるじゃないですか。とりあえずね、1時間ぐらいなのね、いじくり回してみたんだけどね、わかんないことがたくさんありました。なんかね、僕もね、1時間ぐらい、まあ説明書読めって話なんだけども、説明書読まずにこうね、ああかな、こうかなと思っていろいろいじったんですけども、わかんないことがたくさんある。で、とりあえず判明していることとしては、このボタンを押すと、いろいろとね、各エフェクトがですね、オンオフできたりとかします。まずこの A の1に、1の A に戻して、このタップをすると、ディレイがかかります。入れるとこんな感じ で他にもそう2番かな、そう2番、この押してる間だけリバーブがなんかすごいいい感じで、みたいな感じで繰り返してくれるやつとか。で、この3番のやつも確かこれを押すと、確かオフになるんだよな。このショワショワが軽くなって。で、これ入れると、キラキラ。こんな感じでパッチによってね、このボタンの役割をいろいろこの当て振りできるみたいなんだけれども、ちょっとね、いろいろいじってもね、わかんなかった。わかんなかった。とりあえずまあね、ボタン押してなんかね、いろいろこの効果出てくるから、それとこの面白いってやっていくのが最初いいんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな感じでございます。で、とりあえず判明していることとしては、この画面見ててください。この画面を、この上下で、下でやっていくとすると、まあこんな感じで、この各パラメータを、示す画面が出てくるんですよ。で、この状態で、このバリューっていうところですね、この辺をこうねじくると、まあこれに関しては、その、このリバーブの、はい、これをこっちに持っていくとね、リバーブが、長くなると、あ、これだ、これですね、セク、これ10セクにするとすると10秒まるでどこか大きなホールで演奏しているかのような、リバーブが得られると。で、逆にこれをね、この短くすれば、そのめちゃめちゃ短い、あ、6秒か、これは長いな、1秒、シュンとこの減衰すると。で、このプレイディレイっていうのはね、慣れない言葉だと思うんだけども、このね、ミリ秒、ミリセカンドでこの鳴らしていくんですよ。これ200ミリセカンドなんで、まあ 0.2 秒ってことなんですけれども、基本的にリバーブっていうのはね、その何かにこの発狂して、例えばその壁とか窓とか床とかにぶつかって、その反響でリバーブというのが生まれてくるので、その反響が生まれるまでの時間をここで設定することができるんです。まあこういう狭いところだとさ、すぐにこの壁に当たったように音が反響するけども、ホールとかでっかいところになるとそこまで距離あるわけじゃないですか。だから反響の音がその帰ってくるまで時間かかるんですよ。体育館とかなんかね、そういうのありません？なんかバスケの試合とかさ、その体育の授業とかでさ、この床ダン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 ってするじゃないですか。でも体育館で意外とでかいからさ、すごい遠くの方でドリブルしてる人見ると、ボールが当たってしばらくしからドンドンみたいな感じで返ってくるじゃないですか。あんな感じのやりでございます。そのシミュレートをこのつまみでやることができると、0にすればすぐにわーっとなるし、 0.2 秒
って感じでこうね、生まれると。まあこんな感じでこの空間のあれをね、作っていくわけなんだけども、まあよくわかんないと思うんで適当で大丈夫でございます。とりあえずわかりやすいところとしてはここ。このローっていうところとハイっていうところ、ここでリバーブの音のイコライジングをすることができます。ローをこのガーッと上げれば、これね、モコモコとしたリバーブをかますことができるし、ブワって感じじゃん。ブワッ。で、逆にね、このローを避けて、このハイを上げれば、サラッとしかない。リバーブをかますことができると。これちょっと面白いですよね。あんまりこのね、存在感ありすぎても邪魔な時とかね、ちょっとこのローをカットして、ハイを上げ目にして、こう爽やかな。逆にちょっとこれ、ね、ダークな感じにしたいときとかね、ハイを削ってこのローを上げて、こんなリバーブしてみたりとか、なんかね聞いてるとねリバーブかかってるかどうかわかんないんだけども、オフにするとね如実にわかります。ちょっとこうね、ウォームな感じというか、そのあったかい感じというか、なんていうか、少しこのほっこりする感じ、まあ、こういったものは加味されると思うんですよ。まあ、こんな感じでリバーブの音をイコライジングすることでコントロールしていくなんてことも、できるよということです。でね、ここのね、ちっちゃくね、D って書いてあるんだけどね、R か。これね、R って書いてあるときはリバーブモードなんです。このつまみをぐるぐる回すと、それぞれそのリバーブの設定をいじることができるんだけども、このバリューつまみを2回ポチって押すと、ここがね、D っていう文字なんです。これ。これになると、いわゆるそのディレイをいじる画面になっているんだけども、まあ、このね、これはタイムか。タイムをですね、こんな感じでこのね、大きくすれば、ガーッといけば、そのリバーブが返ってくる時間が遅くなるし、これをガーッと下げれば、なかなか下がらないな。おら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 、まあ、すぐに返ってくると。そんな感じでございます。でこのフィードバックっていうのはその返ってくる回数でございます。たくさん返したいときはねちょっと高めに設定して押すとたくさん返してくれるし、あとこれをねゼロにすれば1回だけ返してくれると、でこれはねタイム、レベルだ上げれば強めに返ってくる人、下げればちょっとだけ返ってくる。これが強すぎるとね、その自分の音を邪魔しちゃうわけですよね。このやかましいよってなるじゃないですか。なんでこれをねちょっとこの下げてこう自分の音を邪魔しないようにって感じでこの設定できると。でこのね下のローとハイに関してもこれねディレイに関しては全く同じことができるんです。ディレイのこの音をちょっとうるさいなと思ったらねちょっとこのローをカットしてハイもカットしてちょっとこのモコモコをさせると、もうちょっとモコモコ、こんな感じで、逆にすごいめちゃめちゃ軽い感じでついてきてほしいときはね、そのハイを上げてこのローをガッとカットしてこんな感じでればキラキラした感じ、まあいつ使うか分かんないけどまあこんな感じのサウンドで返してくれるみたいな感じでございます。まあざっくり紹介させていただくとね、本当に15分経ってるけどね、もう15分中でもねマジでねめちゃくちゃ一部の機能です。本当にね100ある中の多分ね5とかそんなレベルの本当一部の機能でございます。あのねこのねエディットモードとかに入るとですね、もっとさらにさらにもっと細かいこといじれるんですよ。でさっきそのねさっき言った通りその1時間ぐらい使ってこの辺なんかいろいろ調べたんだけどねよくわかんなかった。なんかすごいこのあの高性能すぎて、とりあえずこのコントロールっていうところからこのタップコントロール、このスイッチですよね。このスイッチを何に当て振るのかっていうのを選べるはずなんだけども、とりあえずオフになっててもなんかね使えるんですよ。でこの謎もよくわかんないし、
これをねオンにしてこのホールドとかにすればこの押してる間だけだこの音を繰り返すとかで、これを下をトリガーにすればこのトグルかすれば離してもその音が繰り返されると、だオンオフになるってことですね。こんな感じだったりとかで、よくわかんないのがこのホールドからワープじゃなくてこのツイスト、これすごいっすよ、これすごいっすよ、これすごい、降ってきた。なんか降ってきた。で、こうなんか降ってきたスピードをですね、このここで選ぶことができるんですよ。このファーライズタイム、これ上がる速度を速くしたいときはですね、これをですね、10とかこんな感じに設定すればいいんです。で、この設定したときにバーっていくとすると、ちょっと待って、上の方これをトグルじゃなくてこれをモメントでしょ。これすぐ2分に行きましたね。で、これを100とかに設定すると。すっごいゆっくり帰ってきます。ランディング、まあちょっとこれなんかいつ使うんだろうかって感じはするんですけど、まあ飛び道具としてはすごく面白いですよね。でこれ以外にもですね、このツイスト以外にもなんかこうまたこのタップとかモーメントとかフェードとかなんかいろいろあるんですけども、まあこんな感じでございますよ。でそれぞれその、ね、音色をもっともっと細かく設定することもできるし、なんかこの周波数とかさっき言ったそのシマーとかの音程、さっきは1オクターブ2オクターブでしたけどね、それを3度とかね、超3度とか単3度とかそういったことも細かく調整できるし、ほんとこのエディットモードに入るとですね、もうとんでもねー細かい音作りができるって感じなんですよ。で、ちょっとこれも僕もまだよく分かってないんだけども、なんかリバーブを2つ重ねて音作りをすることもできるらしくて、なんかこのリバーブとこのリバーブを組み合わせてガチャンコするみたいな。ちょっとそれもね、僕がどう使うのかあんま分かんないし、なんかね、どうやってやるのかもよく分かんなかったんだけれども、まあそんなこともできるみたいでございます。なんでまあ本当ね、分かりやすくこの1台があれば自分が作りたいって思うリバーブは全部作れると思っていただいて、まあ過不足でいいんじゃないかなと思う感じでございますよ。とりあえずまあこれをね全部機能を説明してるとね、1時間とか2時間とかかかってしまうと思うので、とりあえずまあこの辺で勘弁していただけると嬉しいんですけれども、まだまだ紹介しきれてないような、たくさんの機能がこの中には詰まっておりますので、まあもしよければですね、検討していただいて、まあお店で時期とか触ったりとかね、動画を調べたりとかして、楽しんでいただけたら幸いでございます。それではこんな感じで本日はボスの RV500 というリバーブ専門エフェクターのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。何かご感想とかあればね、ぜひバシバシとお気軽にコメントしていただけたら幸いでございます。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら、じゃあねー。